野生のトロールにうっかりイストリゲームを挑んだ際に残された。イストリゲームには勝ったけど人生には負けたんじゃないこれ。裏庭だ、裏庭見れるんか、うわ最高だな。今同じ目してます、アジア君と走っていくの。ちょっと待って待って待って。うわーでけー、ホグワーツ城でけー。こう見たらこれ行かないといけない。走るのか、走っていくのこれ。この辺りではよく草かげろう。あ、草かげろう、草かげろうってあれだよね、あのポリジュース薬に使うんじゃなかったっけ。こういう風に走っていくんじゃなくて抜け道があるの知ってる。確かハニーデュークスだったよな。このでんぐり返しが早いと思う。そしてインコーナーで、いや結構早いなあいつ。おないさんも横で、横目で見てる。おないさん、あはははは、なんか走ってる。セストラ見えないのかな。どうなる。授業でも確かにいろいろ学べるけど。一緒に行くか。じゃあ3人で行こうぜ。名前なんての ?3 人で行こうぜ。え、なんでみんな走ってんの。なんでみんな走ってんだろうここ。誰か知らねえやついるんだけど。着きました皆さん、ホグズミードに着きました。この店は入れるの。トーマス・ブラウン、あ、呪文クラフトの場所なんだ。うわーヒゲ長ー、ダンブルドア予備軍みたいな長さじゃない。何、魔法の階段。アルホンを棚から引き抜くと姿を現す。これはあっ、うわー出てきた。魔法の世界へようこそ。ケリドウェンの危険な大鍋、店の商品を宣伝する。あーなるほどね、すごいな、この時代からそういう目を引く方法を知ってるんだね。怪しいもんな。魔女っぽい、ほうきに乗ろうとしてる。上がれって言うんだよ、手に持ってまたがって、あー転げちゃった、乗ります。あ見て見て。ここは何の店。お邪魔します。 BGM 変わったね。これは勝手に飲んでいいの。こっちからも入れる。違う、あ違う違う違う、こっちもあるの。すげえ。オリバンダーじゃない、ほらオリバンダーだ。多分奥から出てくるんじゃない、奥から、はい、はしごで。これハリーポッターの世界みたいにさ、違うなみたいなやつあるんかな。おすごいすごい、あーなるほど、ここで選ぶのか。ニワトコあんの。ニワトコの杖って確かセストラルのやつだよな。私ね、魔法の杖コレクションっていう本持ってて、映画に登場するおそらく全てのキャラクターの杖の情報が載ってる本なんよね。なんでこっから自分がお気に入りの杖を見つけて作ってきます。1時間ぐらい待ってて。よし完成したぞ。ギザギザのウォームブラウンで、木材の種類がクマシで、芯はドラゴンの金線で、わずかにしなる 14.5 インチの、杖を作りました。この杖はですね、なんとギャリック・オリバンダーさんの杖です。オーナーが持ってる杖が一番強いんじゃないかなということで、こちらにしましたね。紀元前382年に創業してるらしい。2000年以上続いている杖の店だって。どうだろうかね。さあどうだ、言うんじゃない、力がみなぎる。おにやけてる。おーすげえ、ギャリック・オリバンダーの杖取られましたみたいな今報告してんじゃねえ。ほら頭かしげてる。これゾンコだ、ゾンコのいたずら専門店だ。お邪魔します。うわーゾンコのいたずら、おー飛んでる。やっぱゾンコと言ったらこんな感じだよな、いろんなものがあってさ飛び交ってる。カエルの卵石鹸、これは聞いたことあるぞ。水に触れることで石鹸水から大量のオタマジャクシがうねうねと生まれる。いたずらの石鹸最悪だこれ、知らずに手を洗うと非常に気持ち悪い。あーこれあれだ、フレットとジョージが OWL フクロウの試験の時には打ち上げたやつじゃない。これ薬ですねこれは。スネアコースコーペ全然読めない。君惚れ薬とかなんか探してんじゃない、それ本物の愛じゃないからやめた方がいいぞ。ボルデモートみたいな子が生まれるから気をつけて。ドントプッシュ、何これ、押しちゃダメなの。なんだこれ。1年生のいたずらみたいになったな。入ってみよう。入って何があるんだろう、髪型とかかな。カライオピースネリング、どうも。あら、どうぞお入りになって。癖強マダムスネリングのトレスエンポリアムへようこそ。あ、スネリー、闇払いの勉強しないのかいってね。
だけどこの通り、あの人たちは魔法省で何言ってんのこの人。私も友達になりたい。そう、成功したのよ。でもあなたと来たら一人で楽しそうこの人。俺と似た感じがするな。病気のマグルのような死の魅力をお求め。病気のマグル何言ってんのこの人。でも毒は必要ないわ。漂白剤もアンモニアもね。何言ってんの本当に。魔法があるんだから。本当に何言ってんの。どんな姿になりたいか考えてみてちょうだい。髪をいじってみるのもいいわね。あ、髪の毛ちょっと切りたいんだよね。切りましょう。伸びただけじゃねえか。お兄さん大丈夫？言っただろ。この辺で客がディリコールをなくしたってミスペックが。向こうへ行くべきじゃないのは知ってるけど。家族に危機を招くところだ。ごめんなさい父さん。お父さんなんだ。報酬をあげるって言われて時間を無駄にしただけだった。あ、いた。出てきたぞ。やった。これでやっとウィンドウィスプが買えるぞ。ああ、やっぱりダメか。あの、実は向こうでゴミ箱を倒したかも。いつものように直せ。何見せられてんの？コント、コントじゃねえか。これハニーデュークスだ。この店の商品を試すなら、貯めるとどうなるのかをきちんと。そうだね。ここの店にホグワーツの隠れ家っていうか抜け道があるんじゃなかったかな。倉庫があったよね多分。これはなんだ？食べると。これあれか、グリフィンドールの寮でみんなで試してたもんな。ゾウになったりライオンになったり。ちなみにハリーが機関車。お、ライオン。これはロンですね。ロンが鳴りました。ゾ、あ、ゾウ、ネビルか。お、ネビルですねこれ。すごいなこれ。全種類になるのか。でなったら次はモンキーだね。フィネガン現れろ。お、ライオンだ。あ、ランダムなのかこれ。順番関係ないのか。モンキー出るまで食べよう。来た？あ、来た！これもなんかある。これはなんだろう。これは、あ、火吹けるやつ？吹くのかな？吹く？おいいね、いいね。これは、あ、パイナップルキャン、レモンキャンデーじゃないの？あ、レモンキャンデーこれ。ダンブルドア先生が一番好きなの。レモンキャンデー。これ秘密の部屋の時の、あの、合言葉にもなってたよね。こっちにね、なんか、多分、どっちかだな。どっちかからホグワーツに行けるんじゃないかな。今日はこの辺で終わろうと思います。最後はこれでお別れしようかな。味は電車、機関車、列車。あ、当たった。